13くらいまで新潟の実家の近くの広場で二人で練習していたのですが、お父さんから新潟県で一番の練習をしなさい。お互いが新潟県一位の練習をやれば、新潟県一位の選手になれる、と言われていたので、お父さんの言っていたことが年齢を重ねていくごとに具現化しているなと感じています。ひろたつ。前橋育英高時代はボランチとサイドハーフで息の合った連携を見せ、 時には二人で両翼を形成することもあった。普段からとても仲が良く、もう頭で考えなくても感覚で分かり合えています。小学校の時からポジション的に広達が前にいるので、常に彼の立ち位置を見ながらプレイしてきました。と広樹が語れば、広達も、広樹は高校でも大学でもキャプテンをやるなど、ズバ抜けたリーダーシップを持っているからこそ、僕も甘えずにサポートすることを考えますし、 プレーでも普段から弘樹のサポートに助けられているので、いかに弘樹が苦しい時にサポートできるかも考えています、と思いを語る。お互いを信頼し合い、尊重しているからこそ、どちらかが結果を出しても素直に喜び合える中になっている。実際にどちらかが選抜に入り、どちらかが入れないなどの現実もあったし、プロ内定も広立の方が早かった。 ヒロタツが決まった時は心の底から嬉しかったし、必ず俺も、とモチベーションに火をつけてくれるんです。選抜に僕が入れなかった時も、俺と同じポジションの選手はどんなプレーをしていた。と聞いて、情報を教えてもらっていますし、ヒロタツも、ヒロキのここは負けているけど、ここでは勝っているよ、とか意見を言ってくれるんです。ヒロキ。 ヒロなら絶対になれると思っていたので心配はありませんでした。ずっとそれこそ保育園の時から一緒にやってきたので、ならない方がおかしいなと。これから先もそういうどちらかが先という状況があるかもしれませんが、常に高め合える存在なので、嫉妬とかそういう感情は生まれないと思います。